本日は鉄道貨物フェスティバル in 名古屋へご来場いただきまして誠にありがとうございます。相変わらずのいいお天気、皆様イベント楽しんでいらっしゃいますでしょうか。午後も超天気の中ステージイベント開催させていただきます。司会は引き続き鉄道アーティスト小倉沙耶でお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは午後のメインステージ1組目盛り上げていただきたいと思います。午前中のステージもご覧になりました？ご覧になりました？はい、うなずいてらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、本当に午前中も盛り上げていただきました。まずは侍前田利家オンドマイさんによる演舞披露を皆様にお届けしたいと思います。前田利家オンドマイは戦国武将前田利家公生誕の地名古屋市中川区荒子で2002年の大河ドラマ利家と松放映時に町おこしの一環として生まれたチームです。地元の各地のお祭りや老人施設への慰問、歴史イベントなどなど年間50カ所ほどで演舞をご披露されていらっしゃいます。そして真夏の祭典日本ど真ん中祭りにも18回ご参加されていらっしゃいます。また国内だけではなく海外イベントにも参加され幅広くご活躍されていらっしゃいます。それでは早速演舞を披露していただきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
この JR 貨物さんのお祭りだそうなんですけども、皆さんいろいろ体験されましたか？なんかこう綱引きがあったり、それから線路を直したりですね、なんかいろんなイベントがあるみたいで、我々もねちょっと後でね覗きに行こうかと思ってますけども、ちょうど我々がですね踊ってる、みんなちょっと後ろ向いて座ってせーので、じゃん、そうなんです、ここ今貨物蓋開いてるじゃないですか。蓋開いてるっていう表現が合ってるかどうかわかんないですけど、これ線路で上に乗っかってて蓋が開いてるのはまずないそうです。すごく珍しいそうなんですね。開かないんだってよ。当然ですよね、下に下ろしたらね、多分開くと思うんですけど、めったに乗れないそうなので、もうぜひこれね写真に収めていっていただいて、で我々と一緒にこのバッグの背景を写していただけると、まあ、一番ありがたい、我々としては嬉しいかなということで、はい、皆さんしましょうということで、ありがとうございます。なんかね、いろんなところで働く車がたくさんあって、あっちでちょっとね動いてるね、すごいでっかい、なんて言うんでしょうね、貨物をこう下ろしてるあれもね、
とっても珍しくってすごく技術のいる運転手さんが乗ってるらしくてね、非常に楽しいねお祭りになってるんじゃないでしょうか。うちのメンバーはねコンテナの中が見たいって言ってましたので、どうぞコンテナの中はね後で見に行ってみてください。ということで、はい、我々もこのお祭りを十分楽しんでいきたいと思います。先ほどね司会の方よりご紹介いただきました、我々チーム侍前田利家の前と言います。2002年大河ドラマ利家の松の宝永寺に立ち上げたチームでございます。18年前に、立ち上げたチームで頑張って踊っております。ぜひですね、我々のチームに入りたいなと思われる方はですね、私チラシを持ってまいりましたので、ぜひですね気になるお方チラシをね、欲しいわって言ってくださる方が300人ぐらいいるとありがたいなと思っておりますけども、はい。で、真夏の祭典日本ど真ん中祭りの方に今年踊らせていただきました演舞の方を披露させていただきたいと思います。中川区の民謡歌手でいらっしゃいます剣持雄介さんと、コラボさせていただきました。頑張って披露させていただきたいと思います。はい、戦構え。
ありがとうございました。あ、後ろ後ろ、あのでっかいやつ、でっかいやつ、そうそう、あれはね、すごいでしょ、あれがね、なんか貨物をね、ガボッと掴んで列車に乗せるそうですよ。すごい、うわー、バッチリ運よく通られました。通られましたっていうの、通りました。ありがとうございました。ちょっとね、メンバーの後ろのね、後ろの後ろの後ろの方の影になって全然見えない、見えないだけど、うちにはですね、一番ちびっちょ4歳の、はい、かなほちゃんが踊っておりました。そうなんです、おじいちゃん一生懸命手引っ張ってこっちよこっちよって言って走ってましたけどもね。はい、という我々のチームはですね、上は70歳、手を挙げてみようか。はい、おります。そして下は4歳までのね、こんなファミリーチームでございます。さあ、我々がね、踊ってばっかりだとね、ちょっとね、つまらないので、今からは皆さんと一緒に踊っていきたいと思います。じゃあ、かなほちゃん前に出たということは、パプリカを一緒にみんなで踊りたいと思います。さあ、このね、その会場にいるちびっこみんな、パプリカ踊れる？踊っちゃおっか。踊ろう踊ろう。なんならこのステージの上に上がってもらってね、踊ってもらってもいいかななんて思っちゃったりはするんですけど、大丈夫かな。一緒に踊れます。さあ、まずここのね、中にみんなおいでおいで。あ、あんまり後ろに来ちゃうとあれか、写真がママたちが撮れなくなっちゃうね。さあ、今年のね、そう、紅白ね、パプリカ決まりましたしね、ぜひお父さんお母さんもね、覚えてください。いや、すごいね、みんないっぱい踊れるんだね。いや、ほんと素晴らしい。みんな将来舞さんの中に入ってくれる。あー、すごい頼もしい。やかなおちゃん、お友達たくさんいるね、いいね。いや、こんなにみんな踊れるんだ、素晴らしい。いいよいいよ、みんなおいで、いいです。お父さんお母さんたちでカメラを抱えながらね、写真を抱えて、ビデオを抱えながら、はい、大きな声でね、手拍子してあげてください。さあ、みんなミュージックスタートしていい？いいですか。そう、みんな遠くにいるお友達もね、そこの場所でもいいので踊ってくださいね。 OK、 大丈夫かな。音が出たら多分元気になるね。よし、じゃあ行ってみよう。ママついててあげてください。それでは行くよ。舞さん、じゃあ決め言葉というか、急出しの言葉は分かってますね。いいですね、大丈夫。それでは行くよ、せーの、ミュージックスタート。いける？頑張るすぎ。曲がり、くねり、はしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り、日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る、影が立つ、あなたに会いたい、見つけたのは一番星、明日も
のパワーをいただきまして、いいですね、ありがとうございました。そう、とってもね、簡単な振りなのでね、あの皆さんぜひ覚えていただいて、年末ほらね、紅白を見ながらね、踊っていただけるとね、いいかなと思います。はい、皆さんの熱パワーをいただきました、ありがとうございました。さあ、最後の曲もですね、ぜひ皆さんの、お力を借りたいと思います。どっこいしょー、どっこいしょーと言ったら、どっこいしょー、どっこいしょーと大きい声で言ってくれるかな。やれん、そうらん、そうらんで、はいはいとかね、大きな声をね、出してください。はい、あの北海道ね、よさ、ソーラン節ですね、が入った、曲になっています。ロッチョレというのをね、踊っていきたいと思います。すいません、真ん中が誰もいなくなってしまって、私が丸見えなんですけどね、はい、あの隠していただける若者で隠していただけると、はい、ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さん大きな声でですね、ロッチョレ、そこあのね、よそこいでね、全国で今いろんな踊りがあるので、踊ってもらえるかなと思います。多分聞いたらね、分かると思います。さあ、最後の曲は皆さんと我々と一緒に踊っていきたいと思います。みんな一緒、ここの中で、ね、一緒に踊ってくれてもいいね。はい、よろしいかと思います。それではよっちょれ構え、let's go.
さんぜひこのね、JR 貨物鉄道フェアね、フェスティバル楽しんでいってください。今大波線が通ってすごいなんかシチュエーション良かったなと思って自分なりにああと思っちゃいました。ということで今日どうもありがとうございました。盛り上がりましたね。ありがとうございました。